はい、皆さんこんにちは、アーチェです。ピシャーチェのスタークルーザーですね。パート41じゃなかったね、パート42をやっていきたいと思います。前回ね、タンクね、エネルギータンクを見つけてね、ウハウハな、ちょっとね、テンション上がってる私なんですけどね、そのノリで引き続きやっていきたいと。あ、まただわ。あ、違うよ。あ、痛い。ちょっと待って。おお、痛いわこれ。痛すぎるわ。危なかったな。痛いのなんのって、もうちょっと痛すぎる。ちょっとほんま痛いわこれ。エネルギーどんだけなくなるんだよこれ。ダメよこれ。こっちかな。違うような気がする。右側行っちゃダメな気がする。やっぱりね、食らったでしょ。いきなりで、ね、迫力シールド2回も使おうかい。ほんとね、なんだろう、すごく辛いな。修理ユニット手に入りました。終わった。あとはこっちかな。こっちですね、裏に。よし、火力がないです。火力ないのをなんとかしたい。ほんとね、火力マジでないです。わ、またシールドやられるわこれ。やられるでしょ。もうさっき言っとこう、さっきやっちゃう。怖いかね。もうエネルギーにむちゃくちゃいますわけでもないんでね。痛いな。おい痛すぎる。ちょっと待って、もうやりたい放題じゃない。ちょっと本当にね、ブースターさんでもこんなのかい。はい、エネルギー線ね。で、こっちでこれね。ああ、ほんと痛いな。うわー、3匹まただ。おっと、ちょっとほんとね、ほんとあれかな。いや、一応ね、あと最後のボス、最後とか、ここのね、どうせボスいるんでね、ボス用に取ってるんですけどもね、あの、かくらん弾とかね。雑魚にあんま使いたくないっていうのが正直なとこなんですけどね。シュールユニット。ほんとシュールユニット。たくさんいるわね、これね。こっちはもう絡んでね。エレベーター乗れるんだわ。だけど、まだいるのね、敵がね。敵さんまだいるんで、一応片付けましょう。また、これいつも決まって私真ん中行っちゃうんだよね。真ん中行っちゃうからね、両横からね、集中攻撃受けるんだよね。これもう、いっちゃおう。相手もこれ後ろから当たるのよね、これで結局ね。よし、動けまい。もうこうでもしないと勝てないわこれ。勝てないというかね、あの消耗がすごい。すごいですね、消耗がね。もうエネルギー半分減っちゃって。これは戻ってきたのね。というわけで、こいつを勝たしてまた変えるんじゃない。これやっぱ真ん中ね、これうまいこと真ん中にね、行っちゃうのね、私はね。痛い。もうこの3匹出てくる、なんとかなんないかな。よし、なんとか被弾は少なくできたような気がするんですけどね。被弾は少ないんですけど、エネルギーがね、結構減っちゃうんだ。これは倒せなくてよかったでいいかな。そうだね。というわけで、あとはもう、あれですね。エレベーターに乗って次行っちゃおうという感じですね。これでエレベーターじゃないでしょうでしょ。なんか入ってきた。お、解散機械。これダメだわ。ちょっと待ってよ、これ。ひどいなぁ。ちょっと待って、解散金もう山盛りだね、これね。こっ
庭行っちゃうとエネルギーなくなっちゃうわ私ね。あーまた硬いんだよこれね。ほんと昔よくこんなの研いだな。ほんとよく研いだねこれね。自分でも信じられないわ。よいしょ、こんなのよく研いだね。これどういうこと？これダメでしょ。ちょっとこれ私今1回なんでしょ。これでなんとかなんのかい。ちょっと待ってこれ、これねきっとあれでしょ。おちょっと待ってほんとひどいひどい。ちょっと待って、これで行くしかないかい。これ出口に私向かってんでしょ。助けなしじゃねえか。あ、うわやうわやちょっとひどい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 からもうこれ使っちゃおう。ひどいよひどい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 。ちょっと燃費がもうないよ。これひどいだろうそんな仕掛けするのかい。これもう全力だね。こっちだからもう全力で抜けていかないとね、エネルギーがないわ。おお、難しかったっけ。かなり楽勝に解いた記憶があるんですけどね私はねこれうわー当たっちゃった。あーこれいけるの。また復活するんでしょあれ敵。ということは最低でもあそこだけの分は置いとかないといかないよね。セーブしておこう。ちょっと無理は無理だわ。あ、なんとかいけるかな。よいしょ、ここで使って確力シールね。いやー赤字だわ。もう赤字もいいとこだねこれね。おエネルギー4000。あーどうしよう。これまたあそこ行ったら復活するのよね。どうしようかな。じゃあちょっと早いですけどね、ここで一旦終わっておきましょうか。終わってね、そこそこお金儲けと装備を増やしてまた復活するところでいい感じで始まるような感じにしたいと思います。というわけで、PC88 のですねスタークルーザーパート42、この辺でちょっと早いですけどね終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。